か。前回は40番の1番をチェルニー先生の指示通りのテンポで弾きましたけれども、その後指示越えのテンポにチャレンジしているんですけれども、ここにメトロノームを用意しましたけど、120と。こんな感じのスピードで、ある程度は弾けるんですけど、全ての粒を揃えようと思うとかなり大変でですね、でちょっと苦戦してまして、でその気分転換を兼ねて30番を弾いてみました。30番は40番に比べたら穏やかなテンポ感だったと思うんですけど、ただ、もちろん初めて取り組む方にとってはこれも十分難しいんですけどね。で、ただこれは独特な難しさがありまして、3、4、5を使うパターンですね。ここら辺がね、とか、こういうパターンですね。ここら辺が似ていて微妙に違ったりとか、親指を使いながら、押さえながら、こういうところ、力みやすいんで、親指使いながら、3、4、5を使って、でちょっと伸ばしましたけど、小指を押さえながら、小指使わないで2、3、4を使うとか、こういうところが力みやすいんで、独特な難しさになります。指の急所を狙ってくるような、そこら辺はさすがチェルニー先生だなと思うんですけれども、似たような感覚でブラームスの51の練習曲とか、それはだいぶまた発展してますけど、そういったものと似たような難しさがありました。で今後なんですけれども、せっかく30番ちょっとやったんで、次のまでやってみようかなと。で、まあ、これは多分そんなに難しくないんじゃないかなと正直思ってるんですけれども、で、40番の方は1番の指示越えのテンポをチャレンジしつつ、2番が3番がアルペジオだと思うんですけど、ここら辺がやっぱ速くて見た目が面白いんじゃないかなと。で4番あたり、ここら辺ちょっと予習してますけれどもね、予習というか復習に当たるのかもしれないですけど、ただ当時こんな速さではもちろん弾けなかったですし、まあ、それをあえてやってるっていうのが楽しいかなと思います。そこら辺までやってみようかなと思ってます。チェルニーばっかりやってると頭がおかしくなりそうなので、並行でクラシックの音楽でやったりとか、アレンジものはちょっと大変なんですけど、今回これをやっていて思いついたことがありますので、まあ、遊び半分ではあるんですけど、それを本気で練習したいと思います。それも近々アップできればいいかなと思ってますので、ご期待いただければと思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。